丸亀製麺、釜揚げうどん、今日はうどんを食べたいです。丸亀製麺に到着しました。これは駅にあるお店です。新しいオープニング、冷たい麺を注文しました。こだまぶっかけうどん、タピオカを持ってきてください。タピオカうどんを食べたいです。半熟卵、さらにいくつかの刻んだネギ、美味しいはずです。丸亀製麺のうどんがすごい。とても美味しい。とても歯ごたえ。パールも非常に歯ごたえがあります。白いうどん、ダークパール、緑ネギ、黄色の半熟卵、美しい絵です。もちろん、美味しいです。ボウルにタピオカを追加します。気持ちいい。変に感じないでください。丸亀製麺は冷麺を販売しています。夏になることができます。タピオカシリーズを発売。とても人気があるはずです。タピオカを直接食べることはできません。食べ方を変えさせてください。ごめんなさい。スプーンを使わなければなりません。知っている。麺を食べるためにスプーンを使用することはできません。簡単にタピオカを食べるために、私の変更を許してください。ごめんなさい。気持ちいい。非常に美味しい。このボールはとても美味しいです。本当に美味しい。また食べたいです。本当に美味しい。麺とタピオカ、味は本当に適しています。同じ弾力性、美味しい。